は岐阜県にあります道の駅しずもに来ております。こちらの道の駅なんですけど、岐阜県で9番目となっております。2005年の、市町村の県境のやつの時に、本当は長野県の所属の道の駅でした。それが、岐阜県に入ってきましたので、岐阜県の詳細では44番目の道の駅なんですけど、全国では9番目ということで記載されています。レッツゴー、あやはやチャンネル。長いですね。ねえ、なんか横に長いね。お家がなんか長屋作りっていうのかな、道路のね、そうやね。見てる。チャンネル。公平持ちだ。あ、一本から行けるって。スタンプある？ありましたか？あった。あった。モノスタンプ。かっこいい。かっこいい。こっちです。行くよ。まだちょっと箱待ってよ。せーの、ぺとん。くぃぃ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 ぃマスの、マスの、うの花付け、リキンとアイス、生ドラって書いてある。見て、アイスあります。アイスありますね。これ何？あ、カラスミ。これ、名産品だよ、ここの。あいつが妖怪みたいなやつなのかな。あいつが妖怪だったらこれが良かった。お三色マンゴー。ほんとね、三色だね。ここは地酒コーナーです。チソの酒パック。バラサイルジョーさん、サンプルだった。これも有名だよね、中津川の。パクパク、それお薬やろ。これお酒、お薬、これお薬、うん。あやはやチャンネル。ほら、あーちゃん、これ何か知ってる？これ何？地震とか震災があって緊急時電気がなくなったりするじゃんね。自販機ってお金買えないじゃんね。だけどこれはなんか非常勤っていうのがあって、扉を開けて糸引っ張ったりすると飲み物が出てくるの。じゃあ好きなジュースが取れるってこと？そう、そういうことやね。ただライフラインっていうのがなくなった時の機械、やっぱり人が多いところにはこういうのがあるのかな。おい、まちゃん、それナス。ナスでっかいな。でっかいやろ、わかる。ほら、名前より小さいけど、早くやる。こういう名前のナスなの？庄屋大長ナス。すごいでかい。あ、カブトムシさん。ねえ、もう食べたらこの後。うん。じゃじゃーん。あ、メスとオスがセットになってる。食べたいの。かわいそう。食べないよ、カブトムシは。食べれないよって。こうしたら、こうしたか。はい、道の駅しずものスタンプはこちらです。かっこいいな。で、かっこいいね。お団子が持ってますので、今日はお団子も買っちゃいました。見せて見せて。これと同じですね。うん、出発の箸も買いました。はい、かわいい箸買ったよ。木で作った箸やったね。美味しいよ。じゃあ、どうぞ。いただきます。暑いです。暑いよ。おいしい。暑いな。おいしいな。おいしい。次の道へ行きましょう。バイバイ。また見てね。またまたスイッチ。ここにある。酒蔵とかにつける。次はどこ？気持ち悪い。虫みたい。スタマってんじゃなかったっけ？なんだ。いきなりしりとり始めるよ。始めるよ。はい。しずものも。森リディズのリディズのリ。はい、うまくまとまりました。よくできました。